はい、どうぞ。今日私の初めて作曲、スタモノを披露します。一昨日できたばかりなので昨日ちょっと歌ってみたんですけど、それで彼も今2分3分も、予習してくれてるので、うまくいくに決まってるでしょう。後悔リンピアントという曲です。で、私の、人生を楽しみたいならという曲のシリーズの何ではないの1曲目です。このシリーズは日常的におかしいと思ったこと、また考えさせられたことをきっかけに、作ってます。では早速この曲の概念に入ります。場面は電車の中です。毎日電車を乗っている間にたくさんの人にすれ違います。その中に退屈や我慢の生活を送っている人がいて、彼らの鬱陶しさに圧倒されることがあります。時々良さそうな人もいて、違う場面だったら近づきたいと思うけれど、電車の中にはどうにも自由に行動できません。特に、制御されているわけではないが、他人の不幸に巻き込まれてしまいます。周りの人が自分についてどう思うか気にします。周りの不幸の中に自分だけが幸せになるのは罪とされるほど申し訳ない。それで予想した素敵そうな人との出会いと、それを許さない環境、集団、社会と、それを叶えられない自分との対比を悔やむことを表現しようとして、他人に順応して断念と我慢の平凡な生活に沈没する人の役を演じます。イタリア語なので、その前に簡単な和訳を朗読します。ラッシャーワーが過ぎてやっと座れたけれど、あの片隅には安らぎがない。うるさい車輪に牛耳られ、いつもの消えた顔の虚しさに反映する。ドアが開き、希望が取ってくる。目線が低いけど目の中に夢がある。なんて軽やかな思いを抱えているのでしょう。うちになんて幽体的な声がとどまっているのでしょう。彼女となら望める、愛せる、生きられる。今まで本当に生きたことがない駅が過ぎ去る。望みもしなかった目的地までの距離が縮まらない。襲われているのは喜びか不安か。空気には目線が重い。普通でいた方がいいとされるでしょう。もう遅すぎる。弱気で望めない、愛せない、生きられない。もう消え去った僕の追い込んだ心よ。頭を下げて去っていこう。おとといできたばかりなのでまだ歌詞覚えてないどうにか。携帯打ったりする人がいて、なかなか神妙な雰囲気に入れなくなったけど自由なのでいただいております。素晴らしかった。歌詞だけは私のもので、音楽は私の大好きなピアニストで親友でもある岩渕静香さんによるものなので、彼女に感謝の言葉を表現したいと思います。彼女に向かってもう一度拍手をお願いします。